こんにちは、スイラボです。今回は以前作成したこちらのフレンチプリートに引っ掛けている収納パーツの作り方の紹介と作る時のポイントについて少しお話をしたいと思います。まず簡単なおさらいですが、フレンチクリートというのはこんな感じで45度に切った木材同士を引っ掛けて安定させるという収納でした。この動画では壁側に取り付ける側のパーツをレール、収納したいものに取り付けるパーツをフックと呼びます。私の場合はこちらのレールを 1x4 材で作って、引っ掛ける側の収納については木材だったり 3D プリントで作っています。複雑な形を作るのには 3D プリンターを使うのが向いていると思っています。フレンチクリートの一番の難点は 1x4 材を45度で縦引きするというところですが、これに関してはネットでカット済みのものを売ってる方もいますので、そちらを利用すると良いかと思います。あとはクリアリティの CR30 みたいなベルトコンベア式の 3D プリンターがあればレールを作るっていうこともできそうですね。このフレンチクリート用の収納ですが、簡単に作るのであればこういう100円ショップで売っている箱を使うのが良いと思います。ただこの箱の選び方もポイントがあって、いわゆる普通の箱の場合だと箱とフックをネジで留めるんですけれども、ドライバーをちょっと斜めに入れることになるのでネジ止めがしづらくなります。あまり重いものを入れないのであればネジ止めではなく木工用ポンドで固定した方が良いかもしれませんが、探せば前後で高さの違うものっていうのも見つかります。例えばこちらはセリアで買ったウッドボックスという商品ですが、こちらは後ろの方が前側より高さがあって、ドライバーでまっすぐネジ止めすることができるようになっています。またこちらもセリアで買いましたが、木製デスクラックも同様にネジ止めがしやすい形状なのでフレンチクリートで使いやすいと思います。いい感じですね。ウッドボックスの方はビスを打ったらバキバキに割れちゃったので、こっちは木工ポンドで止めるぐらいにしておいた方がいいかもしれないですね。もちろん木工が得意な方は木材でいろいろな収納を作るのが良いと思いますが、木材加工は結構場所が必要だったり木くずが出たりするし、複雑な形状を精度よく作るのはかなりの技術が必要だと思うので、個人的には 3D プリンターを併用するのがおすすめです。ということで、ここからは私が 3D プリンターで作った収納の一部を紹介します。いろいろ作りながら改良していって、今はある程度自分の中で設計の仕方を確立したので、そこまでの流れも含めてお話ししたいと思います。まず最初に作ったのはこちらのペンチなどを収納するパーツです。こちらは1年ぐらい前に作ったので、プリンターはエンダー 3V2 を使いました。こちらの素材は PLA になります。基本的に私が作っているフレンチクリート用の 3D プリントパーツは全て PLA で作っています。で、これ実は印刷失敗していて、後ろの45度になっていなければいけない部分が崩壊してしまっています。印刷中の様子がこちらなんですが、この45度部分を下向きにしたのでサポート材がついたんですけれども、やっぱり45度の先端部分とサポート材の接触部分が貧弱だったので、途中でもじゃもじゃになっちゃったんですよね。ただこの時点で28時間ぐらい印刷していて、工具を収納する側の本体側は無事だったので、最悪どうにかなるだろうと思ってそのまま印刷を継続しました。結局45時間ぐらいかけて印刷終わったんですけれども、後ろはこんな感じになっちゃったわけです。なんですが、これちゃんと引っかかるんですよね。ここからわかるのは、フレンチクリートにおいて45度部分はもちろん大切なんですけれども、実は収納側の背面部分の高さっていうのも重要ということです。特に壁に直接レールを設置するのではなく、スタンドバーやラブリコ、ディアウォールなんかで作った柱にフレンチクリートを取り付けるときは、レールと壁の間に隙間ができるわけです。レールに対して完全に延直方向に荷重がかかるのであれば、45度カットの部分がしっかりしていれば問題ないと思いますが、実際には収納として使う関係で重心が前寄りになって45度の根元を軸にして回転する力がかかってしまいます。その時に落下しないように支えてくれるのがこの収納の背面部分なんですね。
こちらの場合は背面部分の高さがしっかりあったため、45度部分の造形がいまいちでもちゃんと引っかかってくれました。なのでこの背面の長さっていうのはある程度長くしておいた方がいいですね。最低でもこんな感じで収納側の背面部分の長さは最低でもこのフックの底面くらいまでの長さはあった方がいいかと思います。次に作ったのが以前の動画でも紹介したこちらのドライバーホルダーです。こちらはペンチホルダーの失敗を踏まえて印刷方向の変更をしたのと、印刷時間短縮のために 0.4 ミリノズルから 0.8 ミリノズルに変更して作りました。プリンターはこちらもエンダー3 V2 を使いました。印刷時間は18時間くらいでした。 0.8 ミリノズルにしたのでもっと表面が荒れるかと思ったんですが、すごく綺麗にできてますね。ドライバーホルダーだったらこんなにごつくしなくてももっとシンプルな形で良かったかもなと今としては思いますけれども、こちらは結構綺麗にできているので気に入っています。ここまで作ったものは実はカラーボックスの横に取り付けたレールに引っ掛けて使っていました。そして約1年の時を経て私の部屋にこちらのフレンチクリートを設置したことで制作が加速していきます。ここからはエンダー3S1 プロを使って印刷をしています。こちらのフレンチクリートを設置して最初に作ったのはこちらのゴムハンマーホルダーです。なんで最初にこれを作ったのか覚えてないんですけれども、まあゴムハンマーの置き場に苦労してたんですかね。こちらは作ってみたものの結構失敗しています。まず先ほど重要と言った背面の高さっていうのが低いんですね。あとこっちを下にして印刷したんですけれども、サポート材の設定がいまいちで取り切れていません。さらに防具のサイズぴったりで作ってしまったので取りづらいんですよね。工具がゴム素材なのでなおさらです。まあいろいろ失敗はしてますが、収納としては使えますし、ゴムハンマーの使用頻度も高いわけではないのでそのままにしています。次に作ったのがこちらのキムワイプホルダーです。キムワイプを吊り下げて下方向に引っ張り出せるようになっています。こちらは強度的にもう少し強くすればよかったっていうのもあるんですけれども、サポート材を少なくするためにこの向きで印刷したんですね。そしたら印刷自体はできたんですが、わかりますかね、フック自体が結構歪んでしまいました。この部分ですね。やっぱりフレンチクリートは一体で作るとどうしてもサポート材が避けられなかったり、印刷自体がしづらい形状になったりするんですよね。ということで次の造形物からはフックと収納部分を別体パーツとして作ることにしました。それで作ったのがこちらのビットホルダーですね。こちらはホルダー部分とフックを別のパーツとして設計して M3 のボルトとナットで固定をしています。後ろから見るとこんな感じで、この中に六角ナットが入っています。やっぱり別体にすることでサポート材を減らすことができるので印刷時間は短くなりますし、印刷品質も安定するかと思います。ちなみにこちらは去年のサンステラさんの福袋に入っていたハロー 3D のダークブルーのシルクフィラメントで作りました。すごくいい色なんですけれども、もう売ってないみたいなんですよね。ポリライト PLA のシルクブルーも使ってみたんですが、あちらは少し明るめの色だったのでダークブルーのシルクフィラメントを探しているところです。これ以降は別体で作るやり方で作っていますが、他に作ったのはスプレー缶ホルダー。これも便利ですね。これは全てシルクフィラメントで作ってますが、どれもいい感じですね。青はさっきのハロー 3D のやつで、こちらはポリライト PLA のシルクマゼンタ。こっちはポリライト PLA のシルクシルバー。いずれも2022年のサンステラさんの福袋に入ってたやつですね。こんな感じで同じ形状のものを色違いで並べておくのもすごく気に入っています。あとは SK11 のデュアルドライバーのホルダーとか、田島のコンベックスホルダー。同じく田島の水平器のホルダー。アイウィスの圧着ペンチホルダー。こんな感じのものを作っています。他にも作ったものや作ろうと計画しているものもあるので、その辺はまた溜まってきたら紹介しようと思います。今回はフレンチクリートに引っ掛けている収納パーツと簡単な作り方の紹介をしました。いや、本当フレンチクリートは便利ですよ。
見せる収納になっているので、どこに何があるかすぐに分かりますし、簡単に別の場所に引っ掛け直せますからね。最近は次に何を作ろうかっていうことばっかり考えています。フレンチクリートはすごく便利なので、こちらの机の正面だけでなく側面にもフレンチクリートを作ってしまいました。こちらも以前の動画で紹介したのと同じように、スタンドバーで柱を作って、そこにフレンチクリートのレールを直接打ち付けています。スタンドバーを使った方法なら賃貸でもできますので、気になった方はぜひ試してみてください。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。